ト製薬公式 YouTuber の根橋いこころです。弟の音です。姉ちゃん、今日は伝えたいことがあるんだけど。何？もう今日何やるか全然わかんないからすっごい不安なんだけど。まあ姉ちゃんも知っての通り、うちの家族には家族ライン以外に姉ちゃんだけ入ってない裏家族ラインっていうグループがあるんだよね。え、まだこれ消滅してないの？消してよ、まだあったの？いや、いいじゃん、普通の家族ラインあるんだから。いや、そういうことじゃなくてさ。いや、まあまあまあ、そこは置いといて、その裏家族ラインで最近よく話題になるんだけど、姉ちゃんがそろそろ動画のネタ切れてきてるんじゃないかっていう不安の声が上がってるんです。そんな不安って、もう取り消して。え、もう大丈夫大丈夫。え、もう湧いてくる湧いてくるネタが、バン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 。あ、次これしよう次これしようって。あ、だから大丈夫今日、というわけで裏家族会議で上がった企画を紹介します。こちらです。怖いんだな。最初はどう？最初。いや、母さんのアイディア。いや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 、モノマネって、でか、私のネバーの挨拶をどんだけに変えたらもう私じゃなくなるから。あれ、ダメかな。ダメだよ。あ、でも M1 の2人で出ない。え、俺は嫌って何よ。俺は嫌って何よ。やだよ。なんで自分だけ逃げようとしてるの。姉ちゃん一人で出ない。いやいやいや、これは私と音のチャンネルなんだよ。まあまあまあ、じゃあ、まあ、次行こう。次、次は次、まあ父さんの、まあ、いいよ、あの発言はいいよ。USA ダンス、これやるだけってすごいつまんない動画になりそうじゃない？それは姉ちゃん次第でしょ。ああ、もうほら、あと俺の2019年の流行語大賞を狙える一発ギャグ。あ、お父さんめっちゃいいこと言ってるね。え、なんで無視するのさ。何が？音やっていいんだよ。いや違うよ、これ姉ちゃんの動画のアイデアだから。おいおい、考えますよ。一発ギャグがね、思い浮かんだら。お、言ったね。思い浮かべばの話ですけど、ね、流行語大賞狙えるやつだからね。真摯に取り組めば必ず伝わります。体が資本、健康管理を大切に。ほんとそう。いや、まあそれはね、健康管理を大切に、それは間違いないけど、いや、まあね、このラインになんで私入れないのかが謎すぎる。それでは姉ちゃん、どの企画を採用しますか？どれも嫌。姉ちゃん頑張ろうよ、俺たち家族がついてるから。それでは姉ちゃんお願いします。どんだどんだどんだけ。というわけで今回の挑戦は失敗に終わったんですが。失敗っていうのは音のせいだからな。今後も我々家族一同力を合わせて頑張っていきますので、よろしくお願いします。裏家族ライン絶対に潰します。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。